はい皆さんこんにちは今日は超人気の動画制作サポーター GPTs 動画制作といいましても実はこれは youtube ののタタタイトルやハッシュタググ概要欄とかキーワーワドタグこれらを作るものですただしですね GPTs の名前というのは YouTube とかですね Google とか有名企業の名前はつけれないようになってるんです。 ですから僕は動画制作サポーター g p t 図という名前にしていますもうたくさんの人が使ってくれていますのでこの URL を知ってる方は多いんですけれども後で概要欄の方を見ていただくとこの g p t 図が無料で使えますもちろん無料と言いましても g p t 図を使える環境いわゆるチャット GPT+, プラス以上に 加入していないと GPT 図は使えませんのでその辺のところよろしくお願いしますじゃあ早速やっていきましょう今この画面がトップページの画面です今までと違って下のスターターと呼ばれるボタンが変わりました3つになりました日本市場 YouTube 用はこちらということでこれは日本の YouTube そこにだけ出す というような方が使っていただけるメニューです。そして次が世界へ発信したい人はこちら。これはですね、英語と日本語と両方対応できる。そういうようなもの。これが今回の新しいアップデートです。そして右側の英語で書いてあるのは、ここをクリックして始めてもらうとですね、すべてが英語でできますよということです。 ちょっとこれを押してみましょう。はい。聞いてくることもこのように全て英語モードで質問をしてきます。ただし動作は日本語でするのと同じですから今日はこの説明はしません。英語が得意な人、もしくは英語圏の方に使っていただくためにこのようなメニューを作りました。 じゃあもう一度ニューチャットに戻します。ですから今日の説明のメインは世界へ発信したい人はこちら。このボタンからスタートします。今までからと同様の作った動画の内容とターゲット層。これらを聞いてきます。ちょっと入れてみましょう。今回はローファイミュージックを作ったということで、 その YouTube を PR してもらうための GPT の力を借りようということです。そして後からもサムネイルのことも聞いてくれるように、それも新機能としてここでサムネイル作りもできるようになりましたが、この回答の時に先持って言っておくというのも一つです。はい。全文をもう一度読みます。ローファイチルなピアノ曲を作りました。30分です。 80年代シティポップ風でサムネもお願い。こんな風にお願いしてみます。ターゲットの視聴者について詳細がないため考えてくれるということです。どうでしょう今までと違ってですね、マークダウン方式でタイトルが出てきてですね、そしてちょっと頭下げがあって、日本語と英語のタイトルが両方出てくれるので、どちらを使うかというお話を ちょっと一番最後に重要なことを話しますので最後まで聞いてくださいねそして次はハッシュタグと概要欄文章ですこのように日本語と英語でですね出てきましたそして今タグを考えてくれています案外時間かかってますよねなぜかというとですねこの間に文字数の計算これをしていたんですねタグというのは 500文字以上は使えません。そこに収めるようにコードインタープリータ、いわゆる Python というプログラム言語でですね、自動的にこのタグの量というのを計算してくれたりするように、これもアップデートしました。はい、スキーポップの画面が出てきましたね。特にミュージシャンの方にアドバイスですけれども、チルでローファイナー音楽というのが今 YouTube で とっってても流行っています。その流行っているものを作る時に画像はといえばこの今画面に出てるような80年代のシティ・ポップ風これがものすごく海外では受けがいいらしいです。ですから「ローファイと「シティ・ポップ」この組み合わせでやられるのが案外いいです。そしてですねこれが出てきたらあとはコピペでで 貼り付けるだけですよね。それは多分言わなくてもほとんどの人がわかると思います。もちろんタイトルはどれを選ぼうかということで行くんですが、タイトルって入れるとこ一つですよね。それなのに、じゃあ英語を使うか日本語を使うかというふうに通常はなってしまいます。ここから裏技というかですね、別にまあ裏技というほどでもないんですけれども、 多分8割の人は聞き始めだというお話をこれからさせてもらいます。この英語と日本語というのはどのように使えばいいか。皆さんは通常ですね、こういうような YouTube スタジオを使って動画の内容とかを編集していると思うんですけれども、例えばここから編集をします。最初アップロードしたらこの画面が出ていますよね。 この画面が出ている時に字幕というのを押すんです。そしたらこういう画面が出てきます。タイトルと説明の字幕というのがここでできるんです。もう一度言語を追加します。ここで英語を選択します。はい。英語のアメリカ合衆国語というふうに選択をします。このようにしましてマウスをここに合わせますと 字幕というのと、そしてここに合わすとですね、タイトルと説明という部分があるわけです。それでここを押します。そうすると、こんな2画面のものが出てきました。そして左側が日本語ですよね。今はもうアップロードをした動画を見ていますので、もう左側は確定なんです。そしてこの右側、ここにも タイトルや説明が入れれるわけです。では、ここで、この動画とは違うんですけれども、このようにして、ここにタイトルを入れるとします。今度は説明欄ですね。ここのイングリッシュの部分です。この部分を選択しますが、今、一つのところに入っているので、全部コピーしてしまいましょう。そうしまして、こちらに来てですね、ここに貼り付けましょう。 そして、イングリッシュの部分だけ残して、あとは消しましょう。このイングリッシュという言葉も消して、一番上がハッシュタグになるようにしましょう。このようにして、公開ボタンを押します。このようにしたらですね、英語圏の人はどうやったらこれが見れるんでしょうか。はい、この YouTube 動画を開きました。自分の今 YouTube は 僕は普段日本語で使ってるわけですからもちろんタイトルも全部日本語ですよねでもここで自分の言語を日本語から English の US これを選んだらはいどうでしょうか先ほど入れたタイトルや説明欄が全部英語に変わりましたね素晴らしいですね楽ですね今までは多分 英語圏の人にも PR したいからと思えば、この概要欄のところに日本語も英語も両方書いていた。そんな風なやり方。もちろんそのやり方の方がいい時も若干あります。でも海外に PR したいような今回の歌のないようなローファイ音楽。こういうのは絶対にこのやり方がいいと思います。 超裏技ですので知らない方も多かったと思いますが明日からはもし海外発信するような動画があればこの方法を使ってくださいただしタグとかは分けれませんもう一度見てみましょうはいできるのは字幕というのと英語ではサブタイトルという風になってますがそれかこのタイトルディスクリプションこの 二つですね。いわゆるタイトルと説明ということです。もちろん日本語に戻しましょう。はい。もう一度 YouTube スタジオの方に行きます。はい。YouTube スタジオの方に行ったらコンテンツのところを見ます。そしてこのコンテンツの中に入っていきます。この画面が 出てる時に左に字幕というのが出てくるんです。今、念を押してお話ししていますね。このようにしまして、アメリカ合衆国。これのタイトルですね。そして説明。こんな風になっています。ご理解いただけましたでしょうか。このようにしまして、もしこれがいらなくなったらですね、右の端の方にゴミ箱があるんですね。このゴミ箱をクリックすると、 はい。削除していいですかというふうになりますので、削除しましょう。そうすると、元の状態に戻りました。このように、今回動画制作サポーター g p t 図は、とってもアップデートして、世界発信が簡単にできるようになりました。皆さん、ぜひですね、画像も生成できるようになったので、いちいちどんな動画用の 画像が欲しいとか言わなくてもですね、最適な感じのサムネイルを作ってくれるということです。ただし自分が好みの絵がある人は自分で画像生成 AI とかで作られる。それも一つだと思います。今日はご視聴ありがとうございました。ぜひぜひぜひ皆さん使ってみてください。そしてチャット GPT プラスにまだ入っていない人はぜひとも もう入っていい時期なんじゃないかな。そんな風に考えています。では、まったねー。